よろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今シーズンも頑張ってください。ありがとうございます。はい。ありがとうございます、川田さん。今シーズンも頑張ってください。ありがとうございます。今シーズンも頑張ってください。はい。ありがとうございます。横浜選手、今シーズンも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、田尾圭介です、どうもお久しぶりです、昨年の11月から実は動画投稿をサイレントに停止させていただいてました。はい、でもその間にも動画を見てくださったりコメントをしてくださったり、いいねをしてくださったりね、どうも本当に皆さんありがとうございます。早速なんですけど、今回お話しさせてもらうのは2点になります。1点目はここ2ヶ月で、僕自身が野球に対してどうしていこうかなみたいな振り返りをずっとしてたんですよね。その話をちょっとさせていただけたらいいのと、2点目は能登半島地震で被災された方々、今も大変な思いをされていると思います。その方々のために少しでも何かできないかなと思いまして、チャリティーオークションを開催させていただくことになりましたので、その話をさせてください。正直2点目の話の方が今回、伝えたいことのメインになりますので、飼育バーに出しておきましたんで、そちらだけでも見てくださると嬉しいです。それで1点目の2ヶ月間動画休止してた間に、まあ野球人生というか何ですかね、振り返りをしたんで、その話をしていきたいと思うんですけど、ちょっと自分語りの昔話になってしまって申し訳ないんですけど、野球でお金をいただけるようになってちょうど10年が経ちまして、去年は社会人野球をやらせていただいて、自分の中でも野球への向き合い方だったり、まあ今後の、そうですね、まあ言ってしまえば引き際だったりっていうのを、どういう風にしようかなっていうのを考えさせられる、まあ、2ヶ月になりました。そして2023年の活動なんですけど、栃木ゴールデンブレーブス独立リーグから社会人野球選手に転身させていただいて、社業と野球とやりながら、まあ、YouTube 活動も通して、皆様にこうやって交流を持てたりさせていただいたんですけど、改めて振り返った時に、まあ、いろんな方々に支えられてきた野球人生だなっていう風に本当に感じました。そしてまあプロ生活を振り返ってみますと、まあロッテ、阪神、そしてコロナ禍でね、台湾に渡って中信兄弟の方にお世話になったわけなんですけど、入る時にね、コロナ禍っていうこともあって、まあ入国問題があったりとか、なんとかこう登板して、まあ日本に帰国した時にはトライアウトを受けさせていただいたんですけど、その時にね、新庄さんが井の一番に僕の名前を挙げてくれて、コメントしてくださったこともあったりしましたし、 NPB に戻りたいっていう気持ちが僕にはありましたんで、そのね、気持ちに火を灯し続けられた一旦にもこう新庄さんのメッセージがなってるかなと僕は今でも思ってます。そして帰国後もね、縁があって栃木ゴールデンブレーブスというところにお世話になって、2年前動画も出させてもらったんですけど、千葉ロッテマリーンズのテストも受けさせていただくことができましたし、本当にね、逆境の上をずっと歩いてきたような野球人生だなと振り返って改めて思いました。まあその栃木ゴールデンブレーブス時代に動画とかでは全く触れなかったんですけど、まあ実は2022年の移籍期限が、まあ、7月31日だったんですけど、まあそのタイミングでね、 NPB に戻れるかもみたいな話が実はあったりしたんですけど、僕の運が足りなくて、まあ、NPB に戻れなかったわけになるんですけどね、運も実力のうちの世界なんで、そんなこともありましたけど、そういうことに対して全く遺恨はないし、戻れるかもしれないみたいなチャンスをいただけたことは本当に幸せなことだなっていう風に感じてます。で、阪神を占領外になった2020年を思い出してみると、まあ占領外の後はコロナ禍っていうこともあって、練習場の確保がなかなか難しかったり、練習する相手がなかなか見つからなかったりっていうことで、早朝にね、尼崎の河川敷に朝5時ぐらいですかね、出かけて練習してみたり、まあキャッチボールの相手もいないんで壁当てになるんですけど、その壁当てをしようと思った時には、河川敷なんで一般の方々がこうやって歩いたりしてるし、7時とか8時ぐらいになると通学で使われる方々もいるんで、まあ、邪魔になるだろうっていうことで、5時ぐらいに出かけてということをやってたわけなんですけど、それがね、3年4年と経ちまして、そうやってやってたのが、まあつい最近に感じるくらいいい時間を過ごしたんじゃないかなっていうふうには思ってます。それでね、まあ良くも悪くも再現性のあるような野球人生ではないと思っているんですけど、僕としましては野球をプレーすることでお金をもらえるこの10年間を振り返った時に、野球を通じていろんな人と出会い、いろんな勉強をし、いろんな経験をさせていただけたことが、すごく感謝だなと、野球に対して感謝しなきゃいけないなというふうに振り返って思いました。そんなこんなでね、自問自答をしていると、11月動画投稿を最後にして、クリスマスが過ぎて、大晦日が過ぎて、正月も終わり、
気づいたら今の時間になってましたんで、2ヶ月以上経って、まあ、現在に至るという感じでございます。そんな2ヶ月を過ごしてたわけなんですけど、2024年に入りまして、田野圭介は野球に対してどういう風な向き合い方をしていくのかと言いますと、今年も社会人野球選手としてプレーさせていただくことになりました。はい、ということで今までより一層一等番一等番を大切にして、野球人生の振り返りと野球を通じていろんな素敵な経験をさせてもらった感謝の気持ちを込めて、改めてどの球が最後の一球になってもいいという思いで、今年も頑張っていきますんで、皆様どうぞよろしくお願いいたします。ぜひ応援してください。そして更新がない中でも高野圭介の動画を見てくださったり、リアクションやコメントくださって、皆様どうも本当にありがとうございます。おかげさまで、動画のネタになる質問コメントだったりっていうのが、たっぷり溜まっておりますので、動画を作るモチベーションにすごくなってます。本当にありがとうございます。そして2点目にもつながることなんですけど、不快やイベントをしてくださいみたいなコメントも、ありがたいことにあったりしまして、今回2月3日土曜日、14時から、ファンミーティングの方を開催させていただくことになりました。はい、でそのファンミーティングなんですけど、対談形式でやらせていただくことになりまして、その対談相手が、元ロッテの成瀬義久さんになりました。そして成瀬さんはあのロッテの先輩にも当たりますし、栃木ゴールデンブレーブス時代には、僕が選手で、で成瀬さんがコーチでという形で、1年間プレーさせてもらいましたんで、成瀬さんの、軽快なトークと僕が先ほど話した野球人生の振り返りなどを交えて2時間程度楽しい時間を過ごしていただけたらなというふうに思います。ちなみになんですけど、ロッテで守護神を務められた内達也さんが MC として、来ていただくことになりました。そんなね、成瀬さんと内さんっていうもうビッグネームに高野はそこに挟まれていいのかなというふうに思って、大変恐縮ではございますが、皆様ふるってご参加くださると嬉しいです。そして最後になりますが、能登半島地震で多くの方々が被災され、今も大変な日々を過ごされています。ニュースで見かける映像などはすごく凄惨なものですし、被災された方々でご家族を亡くされた方々のメッセージをテレビや映像などで見て、本当に言葉では言い表せないものを感じています。正直僕に何か大きなことができるとは全く思えないんですけど、本当に微力ですが少しだけでも何かできないかなというふうに思い、今回ファンミーティングの中で能登半島地震で被災された方々のためにチャリティーオークションをさせていただくことになりました。僕はこのチャリティーオークションでロッテ時代に着用していたユニフォームを出品させていただこうと思います。このチャリティーが少しでも被災された方々のためになることができれば幸いです。概要欄にイベントの申し込みフォームを貼っておきますので、ぜひそちらからご参加くださると嬉しいです。はい、ということで以上になります。どうもありがとうございました。補足です。今回増田さんをはじめロッテの6選手にチャリティーをすることを伝えると心よくサインしてくださいました。本当にありがとうございます。チャリティーの開催はスポーツ ANA さんプレゼンツのトークショーの中で行われまして、今回スポーツ ANA さんと高野でお話しさせてもらい開催する運びとなりました。チャリティーの収益は間接経費を取らない日本財団へ全額寄付しようと思います。一日でも早い復興を心から願っております。